マルモフ日和その4。いつものようにゴロゴロしているモップ。始まるはマイペースでのんびり屋さんのアザラシだよ。驚きの丸さ。こうしてなんやかんやみんなはお友達になりました。マシュは無邪気なペンギンの赤ちゃんだよ。カニカマさんがお気に入りなんだって。お友達が増えました。マルモフ日和をどうぞよろしくね。